浅妻徹です。よろしくお願いします。今日は久しぶりの映画レビューでございます。今日やっていくのはディズニー100周年記念ウィッシュ、こちら見に行ってまいりました。公開日じゃなくて公開日の2日後ぐらいに自分は見に行ったんですけど、もう公開されてから1週間経つということなので少しネタバレ含む内容にちょっと触れながらレビューしていけたらなと思っております。先に言っときますけど、僕はこのウィッシュめっちゃおもろかったです。いろいろ言われてるレビューが多いんですけども、僕は普通に面白かったので、基本的にこのレビューは僕がただただこのウィッシュをこのウィッシュの面白かったところを上げていく動画なので、自分の中で合わなかったっていう人はね、そういう方のレビューを見る方が共感することが多いんじゃないかなと思うんですけど、逆に言うとここの部分面白かったって思ってる人いるんだなみたいな感じでね、見てくれたらなと思っております。じゃあやっていきますかじゃあレビューしていきたいと思います。個人的にはおもろかったですね。100周年という記念のね作品なので、まあ制作費もねいろいろ多分かかってると思うんで、こう期待度もねみんなたくさん上がってたと思うんで、さあどうなんだと、満を持して見に行ったわけですよ。まあまず最初に語るとしたら、まず同時上映まずそっから行こうか。同時上映がね、もう最高でしたね同時上映 Once Upon a Studio 100年の思い出、こちらが同時上映で、ウィッシュの前にやってたんですけども、これがねとっても良かった。なんだったらここでまず一回泣いちゃってるね俺はいろんな映画のディズニー映画の作品のキャラクターがどんどん登場していって、でこう夢の共演をしていくわけですよ。こっちではこのキャラクターがこんなキャラクターと一緒に動いていて、でシーンがクーンって変わったら、こっちのキャラクター、こっちの作品のこのキャラクターとこの作品のこのキャラクターがこうコラボレーションしていて、そういうなんか夢のコラボ共演がね、もう数秒ごとに目まぐるしく変わっていく、あれがねもう100周年ならではの同時上映だったなと思いますね。ディズニープラスの方だと英語版がもう見れたらしいんですけど、今回僕は吹き替え版で見たんで、それはもう今回のウィッシュの同時上映が初だったらしく、基本的僕ディズニー映画吹き替えなんですね。なんでこんな豪華な声優陣集めたのもう一回っていうね、それだけでももうすごいなって思いましたけどね。自分が分かっただけでもまあまあありましたけど、分からないキャラクターももちろんいて、解説してる人の動画見たらこんな細かいとこまでなんか作品散りばめてたんだっていう、すごかったですね。で一番やっぱグッときたのはミッキーのこれからも物語を続けようっていうね、ウォルトの自画像の前に立って帽子一回取ってこう挨拶するわけですよ。それでこうみんなで集まって写真撮るんですけど、まあ、グーフィーのおちょこちょいのね、あの往年のいつものやつですよ。でカメラが壊れちゃって、あ撮れないねってこう、もうみんなが去っていく中、星に願いをね、この楽曲の持つ力の強さねそれだけでも一つのチームになるというか、みんなで歌って、まあ、ヴィランズたちはね、またこの展開かよみたいな顔してましたけど説得力ですよね。100周年この曲で締める、この曲から始まる、100周年記念としては火の打ちどころのない素晴らしい時間でしたね。それで星に願いをでこの同時上映が終わって、でいつものこのクレジット、ディズニー映画が始まる、こうグイーンってカメラがこういって、川のところがガーってやって、城がアップになってこう引いてってディズニーってなってるやつ、あこれあれも星に願いよな、その音楽が
だから星に願いをから星に願いをつないでいくわけですよ。関連性でちょっと喋るからいきなりちょっと飛ぶんだけど、このウィッシュの一番最後も星に願いをで終わるんですよ。もう いきなり最後の話するけど、このね、星に願いを流れ、ああもうやってるなぁとやり始めたなぁと思いましたね。最後映画見終わった時はぁと思った。というわけで、ウィッシュの本編に入っていきましょうか。基本的にディズニー映画って各作品それぞれにテーマがあって、例えば友情だったり真実の愛だったり、家族との絆、兄弟姉妹との絆とかさ、そういう一つのテーマがあって、今回のこの100周年記念のウィッシュはその一つのテーマというよりかは、今までのディズニーが描いてきたテーマをもう一度見せるというか、今まで伝えてきたディズニーを描くというメッセージを僕は受けました。例えば最初の物語のスタートを絵本の読み聞かせから始める、まあ、過去の作品でもそういうのもあったけど、この一つの作品を物語として伝えたり、夢を持つことの素晴らしさだったり、それを自分で叶える大切さ、友情、愛情、自然との対話、動物との絆、あとはヴィランズの圧倒的な力、ね、手にした時の邪悪さだったり、力に飲み込まれていく姿で、それを臆さずに挑んでいくもの、挑まずに落ちていくもの、今までの全部全てを描こうとしている映画なんじゃないかなと思いました。いろいろこう他のねレビューとかだとよく言われてるのは、アーシャはその夢を持ってるのか、どれがアーシャの夢なのかが分からなかったっていう意見をねまあまあ見たんですけど、個人的に思ったのは、例えば夢とか願いを持ってる人は国民であって、たくさんいるわけですよ。この作品の中で騎士団になりたいとか、強い騎士になりたいとか、空を飛びたいとかさ、そういうそれぞれが国民みんなそれぞれ持ってる願い夢をこのアーシャが叶えていく、アーシャが叶える、それがアーシャの夢なんじゃないかなと、まあ、直接的なこのセリフみたいな、私が叶えるんだとか、そういうなんか直接的なセリフはなかったけど、行動だったりセリフの裏セリフってこうなんていうのかな、簡単に言うと、嫌いって言ってるけど本当は好きとかさ、そういうセリフの裏に隠された心情、そういうのを裏セリフって言うんですけど、それの中から僕はそのアーシャの思い願いを僕は感じたので、そこについてはそんなに違和感もなく、すっと入ってきましたね。あとはね、背景絵ですね。これは明らかに今までの作品とは背景の作り方とかの作画が変わってるんですよ。そうだな、今までのこの昔の作品、白雪姫とか、まあ、アラジンとかで、そういう昔の割と昔めの作品は 2D、まあ、手書きでね背景を描いていたと思うんですけども、まあ、最近はね、もう最近って言ってももう10年、20年はないか、10年以上はもう 3D になって、もうキャラクターもどんどんぬるぬると動いて、そういう作品作りになってるんだけど、今作は背景はまあ間違いなく多分 2D で描かれているんじゃないかと、でキャラクターを 3D で動かすという作画になってると僕は思っていて、てか多分そうなんだと思うんですけど、過去の昔のディズニーと最近の今のディズニーがこう融合した新しい作画、新しい背景なんじゃないかなと思って、この100年という数字で新しいことやってくるその挑戦力に僕はおほうと思いましたね。強いて言うなら、友達の顔の肌質がちょっとのっぺりすぎて、そこちょっとだけ気になったけど、正直後輩になってきたらあんま全然気にならなくなったし、なんかそれはそれでみたいなことになったんで、もう新しいこと挑戦してるなと、スタートからそれを感じたので、面白いことやってるなって思いましたね。あとはね、
最近のディズニー映画の中じゃ圧倒的にヴィランズが良かった。すごく魅力的なヴィランズだったなと思いましたね。このマグニフィコ王がね、とっても魅力的に描かれているなと思ってて、圧倒的な魔力の力とか、情熱的だけど冷静で狡猾で憎たらしさもあって、けどこうどこか信念があって、その信念に突き動かされてるっていうね。あとは他者への依存、まあ、国民への依存とか力への依存、あと恐怖、力を持つことによって落ちていく様、人として落ちていく様、そして最後のやられっぷり、全部すべてにおいてね、最近のヴィランズだと僕の中ではナンバーワンでしたね。あとはもう福山さんの圧倒的な歌唱力と演技力ね、いやもうすごかったよ。初ディズニーらしいけど、ディズニーにぴったりなお声ですよね。本当に低くてかっこいいし、渋さもあって魅力的な声演技でした。あともう最近のこうヴィランズと違うのは、本当は最初いい人っぽく見せてるけど実は悪役だったとか、そういう、後半になっての裏切り要素じゃなくて、最初からずっとヴィランズだったっていうのがね、やっぱ良かったですね。国とか国民を守りたいっていう信念、その思いだけでこう突き進んでいく姿だけど、こう道をそらしてしまって力に溺れていく。でもその国民を守りたいっていう信念を知ってるのって彼自身とこの映画を見てる我々だけなんですよ。だから力を持ってしまって恐怖の姿へと変わってしまった彼は、国民からはヴィランズとして悪の人物として見られてしまって、最終的にはみんなで立ち上がられて倒れてしまうっていう。だからこそ見ているこっち側は彼に愛を持つし、魅力的に映るし、好きになっちゃう。まあ、それも一つのヴィランズとしての楽しみ方のなんじゃないかなと、うん、思います。憎めないもんね、なんかね、めっちゃ怖いけど。で、その恐怖を煽るような演出とかも多かったし、恐怖というものをね、しっかりと最近の中じゃ見せてくれたんじゃないかなと思います。じゃあ最後に、楽曲ですよ。歌唱シーン。よかったね。中でも、最後、国民と一緒に立ち上がって歌うあのシーン、ラストシーンが、僕の中じゃ一番グッときたシーンでした。誰もがスターっていう、こう、ちょっと前に歌ってた曲のフレーズを用いて、そこからのメインテーマ、メインソングのウィッシュ、この願い。これがね、やっぱ鳥肌ものだったし、で、この盛り上がってて盛り上がってって、マグリフィコがこうやられていく様が、もう、そこでもちょっとこう、涙腺がね、来ましたね。この誰もがスターっていう楽曲では過去作のキャラクターの声優さんたちが歌ってるみたいで、あ、この人やってたんだっていうのをね、2回目3回目で多分見れるんじゃないかなと。1回目じゃさすがに分かんなかったけど、公式がね出してくれてるのかな、あとはこう調べて、まとめてくれてる人もいるのかな、それを参考に2回目3回目見るのもいいんじゃないかなと思いました。ディズニー100周年記念映画ウィッシュレビューしてまいりました。まあ、いろんなこう意見はまああると思います。100周年記念なんで期待値もね上がってたと思うし、こう制作費もいろいろたくさんかかってる映画だと思うので、いろんな意見あると思うけど、僕は100周年この作品でよかったなって、とっても面白かったし、映画館見に行ってよかったなって思います。まずはね、自分の目で確かめてほしい。いろんなところでこう過去作品のオマージュだったり、声優陣の使い方だったり、まあ、演出だったり、伝え方、見せ方、そういういろんなとこ含めて100周年を感じられる映画なんじゃないかなと僕は思います。まあ、それでこうどう思うかも皆さんのレビューなので、僕はとっても面白かったです。はい、正直この100周年のこの1年間一
一番面白かったけどね。うん。来年もね、また、映画たくさんありますし、あとインサイドヘッドの2が来年やるのかな。あ、それが今んとこ一番気になってる。多分見に行くと思います。基本的にポジティブのことを喋ると思うんですけど、また映画レビューやっていくと思いますので、よかったらぜひ見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。明日もいい日になりますように。ファイト。なんてプレイな。なんだっけ歌詞、ちょっとなんだっけ。ウィッシュ歌詞って調べたら嵐のウィッシュが出てきたわ。なんてプレイな。おん知らずめ。なんてプレイな。よっしゃー。